皆さん、こんにちは。はるなです。よろしくお願いします。今回はですね、まあ、雑談みたいなもんですね、また。えー、今回、雑談していく、まあ、タイトルとしては、アスース全ブック r o ね。アス u スって読んじゃダメだね。ASUS z e n b 全ブック r o、えー、UX550VD が、えー、ようやく出たというお話というか、まあ、それについてね、まあ、なんとなく話して、 いきたいなと思っております、えーまあ、全部全ープロっていうのはですね、まあ、以前もね、確か出てるはずなんですよ、実は。えっ、ー、と、ノートパソコンのところから探っていくと、えっ、ー、とね、すべての製品で、ちょっとね、おかけさせてね。以前ね、実は、出てるはずなんですよね、こんな感じで。えー、ススすね、全部、<laughs> また明日っす んじゃったえー、全部くぶる UX501VW っていうね、まあ、こういったモデルが実は出ていました、はいえー、4K の解像度で、まあ、な,な,なぜかね、まあ、ちょっと一応比較のために一応ざっと見でいきます 4K で、えー、GTX の 960M を積んでいたと、えー、で Core i7 の 6700HQ でしたで、まあ、メモリーとかもね、えーまあ、16GB とか だったりして、いろいろこう、なんていうんですかね、MacBook、以前のね、MacBook Pro に、まあ、結構近いっていうような感じでしたね。で、重さ的にもちょうどね、大体そんなもんなんじゃなかったっけかなという感じがあるんですけど、2 6キロですよね。はい。2 6キロで、えーまあ、そんな。 感じだったんですけど、この度刷新されてですね刷新というかあのまた新しくなりまして全ブックがプロ,プロシリーズもね新しくなりまして、まあ、ついに出たという全、まあえー、ブック3のデザインをまあ何て言うんですかね継承するようなデザインで出ております、えー、同じですね15.6型なんですけども、えー、実は まあここからね結構劇的な変化が実はありますえー、っとまずね軽さが 1.84kg に、えー、0.2kg ほど減ったというそこら辺がねまず驚異的なんですよでなおかつ、えー、以前の全ブックプロは実はちょっと暑かったんですねほん本当にあれ薄いように見えますけどちょっと暑いんですよやっぱ暑いんでまあちょっと ちょっとまあまあ確かになと思ってるんですけど、まあ、それが実は結構 18.9mm という薄型に実は進化しております。えー、別になんかね、まあ、ここら辺だけだったらまだうーんまあまあ薄いんだろうねっていうことしか言えないと思うんですけども、実はね、そうではなくて、えー、このパソコンはですね、えー、フルスペックというかデスクトップ版の GTX をつ詰めるっていうところにねあのすごい特徴があると思うんですよ。この薄さでですよ。この薄さで、えー、ディスクトップ版の GPU を詰めるっていう、まあ、そういう時代に突入したこうなんていうんですかねまあ以前からね実は、えー、あったんですけどもそれがようやくね <laughs> こう市場に、えー、浸透させようとしてきてるような、えー、パソコンに思います。 GTX の1050を詰めるという。えなんでですね、これ GTX1050 を詰めるかっていうと、まあ、NVIDIA さんが提唱している、最近ね、提唱した MAX-Q っていうデザイン工学みたいな、デザインの、まあそういう、なんていうんですかね、考え方がえあって、まあそれで詰めるようになったと。簡単に言えば。はい。えそのためにですね、NVIDIA さんは、 今までね、モバイル向けに作ってきた、例えば GTX 何々 M、最後に M がつくやつですね。あのラインナップは全部廃止しました、えー。なので、全部ですね、ノートパソコンにもディスクトップの C GPU が詰めるようにしてあるという、えー、そういった感じになっています。で、能力的には全然落ちることはないそうなんですけど、私試したことがあんまないんで、能力的には落ちないよっていう感じらしいんですけど、全然。 まあそれがね、もう詰める時代になってしまったと。しかもこういうね、薄型に、えー、なっているということです。でー、CPU はですね、Core i7、i5、えー、どちらともね、クワッドコアです。i5 の方は実は4コアなだけです、えー。4コア4スレッドですね。要するに。えー、Core i7 はですね、4コア8スレッドになります。なんで、えー、i5 も4コアなんですけど、まあ、スレッド数が違うっていう。 それだけの話ですね、まあ、だから別に i5 選んでも問題はないっちゃないんですけどね。とかでなかなかいい感じなんですけどえー、っとこれグラフィックがね 4K なの見てないんだよね。でえデュアルファンを搭載していてもうちゃんと排熱できるよというそういう感じですかね。うん。まあたったねこんな,なんか前ま,前までだったらこういうなんか結構ガチガチなちょっと筐体に 厚みを持たせてこう空間を作らなきゃいけなかったんですけどもそういう必要も、まあ、結構ないっていうそんなに何て言うんですかねこうシビアなもんじゃなくなったっていうことを象徴してると思いますはいえー、ちゃんと全ブックプロこれだけね薄いんです本当にすごいでしょこれこれであのディスクトップ1の &GPU 詰めるっていうのはねなかなかないですよ本当にだからすごい時代に僕らは今突入しているという まあ、お話なんですよね、まあ、そういった意味でもやっぱあのー、結構魅力的な端末端末というかこうパソコンになるんじゃないかなと思ってますで、えー、そうですね GDDR4 ギガなんですごく、えー、編集作業とかねスムーズに進むと思いますノートパソコンにしたらえみたいなす,すごい進むねみたいな っていうぐらいまでは行くんじゃないですかね。で、えー、フル HD にここら辺はどうやら多分下がりましたね。4K 出力は多分あんまり流行らなかったんでしょうね。多分15.6型で 4K って言っても多分すごく見づらいと思うんで。うん。見づらいっていうか細かいんですよね、文字が。なので多分フル HD に戻したんじゃないかなとは思いますけど。 えー、でクワッドスピーカー、えー、ハーマンカウンド、えー。これはですね、多分僕、実は全部3を持っているんですけども、結構多分いい音だと思う結構重厚感があって、広がりもすごいんで、えー、ここら辺は期待できるかなとは思います、スピーカーは。これ、店頭で一回触ってみたいよね。で、まだまだあって、 えー、マイクロ SD スロットもね、ついていると。で、フルサイズの USB3.0 ポートもついていると。で、フルサイズの HDMI ポートもついていると。で、サンダーボルトが、サンダーボルトタイプ C ケーブ、えー、タイプ C の口が、えー、2ポートついているという。拡張性もそこそこね、高いものになっています。なんで、そこら辺もすごくいいと思いますね。 サンダーボルトもね、使う機会は若干、若干ではあるけど増えてるから、まあ、それはそれでありなんじゃないかなと思います。で、バッテリーは、えだいたい11時間から12時間ほど持つようですね。まあ、でも、多分そんなに持たなくて、多分8時間か、実質8時間、7時間ぐらいなんじゃないかなとは思いますけどね。うん。 あ,あとこれクイックチャージっていうか <laughs>、えっと USB のこれは、あ、これちゃんと DC ジャックついてるんですね。えー、ちょっとね、僕はここは残念だなと思ったんですけど、あのー、今ね、あの、普通はまあ、もうタイプ C がもう普及し始めてきたら USB パワーデリバリーでもう一気に充電し、なんていうんですかね、充電口もこう USB ポートにしちゃうっていう。 そういう,うな発想がね、あると思ったんですけど、あやっぱり DC ジャックなんのかっていう、まあ、そういった残念感はありますね。なかなかね、便利なんで、タイプ C での充電って、なかなかいいと思ったんですけどね。で、キーボードは、まあ、キーストロークが 1.4mm あるという。で、シルバーバックライトもついているよというお話ですね。で、まあ、スペックをざっと見ていくと、Core i7 の 7700HQ。えーまあ あの、モバイル向けのクワッドコアなんで、まあ、デスクトップ版とは、ね、そんなに違うんですけども、ま、あいいかなという感じでしょうか。で、こんな風にあってという感じですね。なんだか雨が降ってきました。なんだおいって感じなんですけども。ま、あこんな感じですね。でも、これがね、結構多分革新につながると思います。これからの、えー、 ノートパソコンにも当たり前に NVIDIA のディスクトップ版の GPU が積まれているという時代を象徴するような端末というかノートパソコンだと、まあ、改めて総括して思います。ということで今回は ASUS ZenBook Pro が UX550VD が出たよっていうお話でした。またね